こういう感じになったら、こっちのさっきのお風呂のヘリと、あと後ろのこの手すりを持って、皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今回は、見ての通り今お風呂に、ホテルのお風呂にいるんですけども、こちら私が結構好きなホテルで、よく泊まっているんですが、ユニバーサルルームではなくて、ただホテルのモーニングルーティーンの動画でも出してるのと同じホテルですが、ユニバーサルルームではないけど私は結構過ごせるホテル部屋の作りになっています。ただ一つちょっと大変なのが、この扉が内側に来ちゃってて、お風呂の側面にこう近づくことができないんです。ここで止まっちゃいます。お風呂の入り方っていうのも他の動画で出した時があると思うんですけど、その場合は浴槽に近づくことによって、入ったり出たりすることができるっていうふうに言ってたんですが、この場合だとこんな感じでここで止まっちゃいます。じゃあ私はここの お風呂にどんな風に入っているのか、こういう内扉があってね、こう邪魔してるっていう作りの中でどんな風に、お風呂から一人で出ることができるのかっていうのを撮ってみようと思います。ちょっと急遽撮ろうと思ったのもあって、水着をね持ってきてない。この前のいつだか撮ったヒョウ柄の服も持ってきてないので、マジねちょっとなかなかのこのヒートテックさんとかちゃんと履いてね、素肌をあまり露出しないようにやって、撮りたいと思いますので、皆さん見ていてください。ただ今から行うのはですね、絶対に真似しないでください。じゃあなんで出すんだって話なんですが、でも絶対に真似しないでください。絶対に危ないとか危険とか絶対たくさん来ると思うし、なんかいろいろ言われそうなことは重々承知な中でも、何があるかわからない、どんな時でも乗り越えなきゃいけないっていう時があったりする場合もあるので、限られた環境の中でやっていける工夫っていうのはやっぱり大事だと思います。そういうのも含めて、私は特殊な訓練を受けていますのでとかって、本当にそういう感じで、まずあこういう感じでもできるんだくらいのテンションで見ていただけたら嬉しいです。はい、では早速やっていきます。はい、じゃあやっていきますね。まずギリギリで車椅子を近づけれるところまで近づけたら、まあ、入り方はですね、以前出した動画と同じで、先に足をお湯を張ってですね、お湯を張って先に足を入れちゃいます。よいしょ。でギリギリまで、出て、あとはお風呂の縁とこっちの奥の手すりを持ってズルズルズルって入っていきます。やば、これ服着てできるかなこんな感じで入りますね。で、同じようにここで体を洗ったり頭を洗ったりして、一回お湯を全部捨てて、でまたお湯を、新しいお湯をためて、またこの状態に戻します。いつもは後ろの方にこうプッシュアップして乗って乗り移るんですが、ちょっとやってみます。まあ、端とか手すりとかを掴んでもうプッシュアップです。プッシュアップで縁に乗ります。よいしょ、やばい、スケスケだ。ここにプッシュアップしようとするとちょっと手の幅が合わないっていうか、なんかできなくて、一回試みたんですけど結構大変で、何回も失敗することがあり、どうやって登ったらいいかなって思った時に、その退院したての時にいろいろお風呂動画を見てる時に外人さんがやってた手法が一個あって、それをちょっと試してみようって思ってやったらすごくうまくできたんですよね。なのでそれを今からやりますが、
先に足をこういうふうに投げ出す、内にかけちゃいます。こっちも一緒に内にかけちゃいます。で、ズリズリズリというふうにこう前に出て、こんな感じでね、こんな感じでズリズリズリと出ます。こういう感じになったら、こっちのさっきのお風呂のヘリと、あと後ろのこの手すりを持って、基本は左で起こす、こっちの左手でグイって起こす感じかな。で、こっちは引き、右手をこう引き寄せるっていう感じなんですが、それでせーのでグイッとこうなって、あとは押す、右手で押す、押してこうズリズリズリってこう頑張って前に、お尻を前に出します。で、待ってね、こうか、ズリズリズリってこう出して、でこれね、私の感覚的には怖いとかすごくバランスが悪いとかっていう感じもありません。全然私の中では安定してます。で、こっちに腕をかける。で、腕をかけたら、そうだな、腕をかけたら右手を持ってくる大丈夫です、全然私は怖くない、あの危ないって思ってないので。すごいめちゃめちゃで、あとは普通に通常通りにこっちの車椅子の方に、よいしょ、こういう風に乗り移っていきます。こんな感じで、やばちー、あーやばちーくなった、はい、あーやばちー、はい、はい、こんな感じで、こういう作りのお風呂からは出てくることができます。意外とね、私個人的には、まあでもこれはね、内扉に限るけど、この出方は、この今の出方は、前説明したお風呂の出方、こうプッシュアップして後ろにポンって出るやり方より、腕とか体には負担が個人的にはないです。こんな風にやっぱどんな環境でも諦めずに何か工夫して解決できるようにしていくっていうことは、私はとても大事だと思っていますので、このお風呂のことだけじゃなくてね、いろいろな問題で、病院とかは、まあ、安全なことが一番なんだけど、本当に基礎とか安全なことを基本的には教えるけど、実際それだけじゃ生きていけないというか、本当に自分が充実して生きれる環境ではないんだよね。やっぱり無理というか、少し、その教科書通りじゃないことをやらなければ、今のこのご時世、できないことってたくさんあるので、そういうところを本当に教科書通りじゃないところで、自分の体に合った動きとかを見つけて、やり方とかを見つけて壁をクリアしていくってことは、私は個人的には大切だと思っています。はい、なので、今回のこのお風呂動画は全然参考にしなくていいですが、こういう風にして私はいろんなことを一人でもできるようにしているっていうことの動画でした。はい良い子は真似しないんでねということで、この動画が役には立たなかったから、まああれだけど、でも良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。